こんにちは、霊夢です。おっす、マリサだぜ。いいこといっぱいあったかな、青子です。最近、名だたるバイクの生産終了が続いているな。あのモデルのファイナルモデルとか、ひっそりとカタログ落ちしたモデルですね。憧れだったあの1台、やっとの思いでお金を貯めて、ショップへ行ったら最終モデルは売り切れごめん。そして中古もプレミア価格のダブルパンチ。急がないと、間に合わない。というわけで、今回のテーマはこちら。もう買えない？販売終了モデル情報をまとめ。それでは、青月電子台、今回もスタートです。では、ゆっくりしていってね。今回の話の流れはこんな感じだ。2023年、販売終了となってしまったバイクたち。大型モデル、生産終了編。中型モデル、生産終了編です。じゃ、始めご。大型モデル、生産終了編。メーカーがニュースリリース等で生産終了の告知したモデルから、大型モデルたちをピックアップしたぜ。販売計画台数が少ない上、期間受注生産だったりして、入手のハードルが上げ上げになってますね。で、中古市場に登場しても、その価値は価格に思いっきり反映されてるしな。中古車価格情報は、バイク探しの強い味方、グーバイクを参照しております。じゃ、一番手はこのバイクから。ホンダ、CB1100。発売は2010年3月、ファイナルエディションの予約注文が終了したのが2022年10月。12年と7ヶ月の間、ホンダ CB シリーズの最高峰に続けたモデルだ。お披露目は、第40回東京モーターショーですね。試作モデルとして参考出品された CB1100F コンセプトモデルは、タンクの形状と、綺麗に並んだ駅まみが特徴的でしたね。市販モデルそのまま、ってわけにはいかなかったけど、雰囲気はそのままだったぜ。タイプは2種類。アップハンドルのタイプ1、ローハンドルのタイプ2だ。最終モデルは、EX と RS の2種類ですね。違いは何でしたっけ？ EX はシートの表面にブロック状のパターン採用、2本出しマフラー化にスポークホイール採用。CB754 に寄せてきました。RS は、走りのイメージを盛り込んだ内容だ。ローハンドル化され、より前傾姿勢となったライポジ。キャストホイールやリザーバータンク付きリアショック装備だ。タイプ1、2が、EX と RS へ置き換わった感じですね。で、この2種類のファイナルモデルが発売されたんですね。そうだ。して、ファイナルモデルの特別装備は？カラーリングだな。EX は、前後フェンダーのクロームメッキ加工化と、エンジン塗装も変更されてる。眩しすぎる。RS はブラウンのシートとゴールドホイールの組み合わせ、よりモダンな雰囲気となっている。この青色、大好きです。ちなみに、同様の配色が GB350 にも存在するぜ。おう、これは CB1100 の生き写し。で、人気の証拠、価格の方はいかほどで。CB1100 の中古平均価格は 108.5 万円、EX が 166.6 万円、RS が 196.5 万円だ。EX、RS は定価を上回る価格ですね。CB1100 は、最新型の2021年モデルで180万円台、2016年モデルでも150万円あたりから。ファイナルモデルの RS と EX は、200万円近くの価格帯だな。それじゃ、プレミア化した CB1100-2019 のスペックを教えてくださいな。エンジンは並列直列4気筒 1140cc、最高出力は90馬力 7500rpm、最大トルクは 9.3kgm 5500rpm。シート高は 785mm、車両サイズは 2205-835-1130。重量は 256kg。燃費は 18.9kWmtc、ガソリン容量は17リットルで航続距離は 321.3km、ガソリン仕様はレギュラーガソリンだ。新車価格は 125.4 万円だ。グバイクの中古車価格帯は、67万円240万円で100台だな。ホンダ、VFR800FX。先の CB1100 ほど話題にはならず、こちらは静かに生産終了を迎えた VFR800F と 800X だぜ。このバイク、実はおじさまたちが羨む装備がてんこ盛りのモデルなんですよね。元 GP マシンと同じ構成の V4 エンジンで、しかもエーゲイのハイパー VTEC 搭載だ。メインフレームはアルミツインチューブ式。サイドカウルからチラ見せのぶっといフレームは、高性能な証拠。極めつけは、VFR といえばこれって感じの、憧れ方持ち式のスイングアーム。インターセプターカラーの VFR を見たら、大暴れ時代の記憶が蘇るぜ。で、VFR にはフルカウルタイプの VFR800F と、クロスオーバータイプの VFR800X の2タイプあるんだが、欧州市場では VFR800X が人気らしいですね。V4 型4気筒のフラットなトルク特性で、どこからでも加速し、目的速度で巡航できる。ライダーの操作に従順なバイクは扱いやすく、市街地走行から長距離ツーリングまで、どんとこいだ。昔から、VFR といえばスーパーオールラウンダーでしたから。装備も充実で、トラクションコントロールにグリップヒーター、ウィンカーオートキャンセラーに、ETC 搭載。今では当たり前だけど、発売された当時は憧れのハイテク装備満載だったんだぜ。メモリアムなメカニズムの話を聞いてたら、令和の時代でも魅力的なモデルに思えてきましたよ。新車で買えないのが残念。
中古車の価格をサクッと調べたけど、リーズナブルに購入できる車両は少なかったな。でもそれは、VFR の価値が、中古市場に反映されてるってことですね。最終型の2021年型で走行距離が3000キロ以内モデルだと、新車価格の約 1.2 倍の170万ぐらいだぜ。もう、今後復活に期待できない V4 エンジンを楽しみたいなら、弾があるうちに VFR をゲットしておくしかないぜ。では、VFR800F2018 のスペックはこちら。エンジンは V 型4気筒 781cc、最高出力は107馬力 10,250rpm、最大トルクは 7.9kgm8500rpm。シート高は 809mm、車両サイズは 2140×750×1210、重量は 243kg、燃費は 19.2kWmTC、ガソリン容量は21リットルで航続距離は 403.2km、ガソリン仕様はレギュラーガソリンだ。新車価格は 144.54 万円からな。グバイクの中古車価格帯は、73万8000円、175万7800円で42台だな。ヤマハ、FJR1300。デビューは2001年。宇宙の旅は始まらなかったが、地上を旅するのに十分な機能を持ったバイクが誕生したぜ。国内へ正式導入されたのは、その13年後ですか。なんでそんなに遅れて導入されたの？理由は君にもわかるはずだ。高速道路の二人乗り解禁や、二輪車 ETC の導入などが国内のツーリング志向を後押ししたのが2013年。その声に応える形で国内導入されたのが FJR1300 なんだぜ。でも、そんな FJR1300 が生産終了となるなんて、想像できませんでした。これで、ヤマハの大型ツアラーは全部消えましたね。勝手に全部消さないで。だって、ヤマハのラインナップに、FJR の後釜となるフルカウルツアラーは不在だし、実は、ヤマハにはアメリカ大陸横断も可能な大型ツアラー、スターベンチャーってバイクがいてな。それって、クルーザーですよね。ごめん。紹介して、FJR1300 はでかい車体に最新技術がもりもり。まさにフラグシップって貫禄だったんだよ。でかいヘッドライトに、でかいスクリーン、カウルに埋め込まれたウィンカー。当時は超珍しかったクラッチレスの電子制御シフト、電動強制サス、ヤマハ初のクルーズコントロール装備だ。それは FJR1300AS の装備ですね。FJR1300A は電子スロットルとクルコンのシンプル装備です。ほぼ毎年、何かしらの改良やカラーチェンジを実施しながら、最新モデルは4代目だ。これだけ息の長いモデルだと、どの年式をゲットしたらいいのか、悩んでしまいます。確かに、FJR1300 は歴史が長い分、モデル種類が多い。選ぶなら、4代目の2016年式以降モデルがおすすめだ。何が違うの？ヘッドライトの LED 化やミッションの6速化。アシスト&スリッパークラッチも採用されたな。FJR1300AS では、コーナリングライトも装備したぜ。20周年記念モデルも4代目ベースなので、どうせ買うなら、奮発して記念モデルだな。チェ、中古価格をグーバイク先生でチェック願います。お、FJR1300 は、CB や VFR ほどプレミア化していないな。おいくらですか？1000キロ未満走行の車体で、ほぼ定価の 189.3 万円だ。今がチャンス。お買い得なのは、2001年式で走行距離約5000キロ。59.8 万円だな。これはお買い得ですよね。コロナ前なら、この価格帯が中古相場の感覚だったんだけどな。では、FJR1300AS20th Anniversary Edition 2022のスペックはこちら。エンジンは並列直列4気筒 1297cc、最高出力は147馬力 8000rpm、最大トルクは 14.1kgm7000rpm。シート高は 805mm、車両サイズは 2230×750×1325、重量は 296kg。燃費は 16.6kWmTC、ガソリン容量は25リットルで航続距離は 415km、ガソリン仕様はレギュラーガソリンだ。新車価格は187万円な。グバイクの中古車価格帯は、49万9900円、189万3000円で39台だな。鈴木、GSX-R1000R。GSX-R シリーズ初のリッターモデルとして、2001年に登場したマシンだな。約20年の歴史を持つバイクだ。通称、K1 モデルですね。このモデルもほぼ毎年改良が加えられており、中古ではいろんなデザイン、カラーの GSX-R を眺めることができる。フルモデルチェンジして、大きく進化したのは2007年モデルですね。量産車初のエンジンモードセレクターや電子制御式ステアリングダンパーが搭載されたな。2009年にはエンジンを一新、2017年に完全新設計の7代目バトンタッチだ。GSX-R1000R の誕生です。GSX-R1000 の上位に位置付けされるこのモデルには、次世代の電子制御と言われる、6軸 IMU を使ったエンジン制御を装備してる。生産終了となった2022年式モデルでは、スペック変更はなく、カラーリングとグラフィックが変更されて発売されたぜ。こんなシックな SS、見たことない。で、GSX-R の販売終了には、元 GP、EWC などでのレース撤退が絡んでいると言われてる。鈴木としての国際選手権参戦がなくなったから、いずれは販売終了になると思ったけど、こんなに早く生産終了モデルになるなんて、思ってもみませんでした。そんな大人の事情を背負い、販売終了した GSX だけど、中古車市場では極上車が多数存在する。中古車市場はどんな感じで？極端なプレミア価格にはなっておらず、程度の良い車体は、メーカーの希望小売価格と同じぐらいだ。
欲しい人にとっては嬉しい状況。ちなみに、ヤマハの YZF-R1 や川崎の ZX-10R は、定価以上のモデルは存在しなかったな。プレミア化してたのは、ホンダの CDR1000RR だ。特に、CDR1000RR ファイアーブレード SP30 周年アニバーサリーは、定価 283.8 万円に対し、369.8 万円ですよ。高値の花を通り越して、雲の上の存在になってますね。それじゃ、ほどほどなモデルを手に入れて、ガンガン走って、純正部品購入しまくれば、スズキの売り上げに貢献できるかな？できるぜ、そして国際レースへ復活だ。では、GSX-R1000RABS2021 のスペックはこちら。エンジンは並列直列4気筒 999cc、最高出力は197馬力 13200rpm、最大トルクは 11.9kgm 18800rpm。シート高は 825mm、車両サイズは 2075×7005145、重量は 203kg。燃費は 16.6kWMTC、ガソリン容量は16リットルで航続距離は 265.6km、ガソリン仕様はハイオクだ。新車価格は 215.6 万円な。グバイクの中古車価格帯は 449,300円、230万円で90台だな。スズキ GSX-S750。 またしてもスズキですね。GSX-S750 は GSX-R750 のエンジンを継承したストリートスポーツモデルだ。 1000cc 版の GSX-S1000 が登場した翌年、2017年に登場したモデルだな。あら、意外にお若いバイクなんですね。最近、ミドルバイクのトレンドが、コンパクトな並列2気筒モデルへ移り変わろうとしている。スズキもその流れに乗っかり、GSX-S750 の排ガス規制対応を見送り、販売終了としたわけですか。ストファイカオって、国内ではあまり売れないし。ホーネットのことかー。落ち着け。新型 GSX-8S の話だ。そこは俺たちのスズキだ。GSX-S1000 の縦型2頭ライトを受け継いだ、スタイリッシュな新世代スズキデザインだ。国内弱人気と言われるストファイカオに、新しいデザインを取り込んできている。何気にスズキの新型を宣伝してるし。でも、8S を待てない人、GSX-S750 の良さに気づいた人のために、グーバイクの価格チェックをした結果、2022年式で1000キロ未満の車両が、約100万だ。新車価格と同額の 98.78 万円何気に迫ってきてますね。初代の2017年式、1万キロ超えた車両で70万円台だ。プレミアとは言えないけど、相場としては高止まりですね。40万円ぐらいで買えると思ってましたが、相変わらず相場感が10年前だな。今のバイクの価格は、驚きの連続ですよ。では、GSX-S750ABS2021 のスペックはこちら。エンジンは並列直列4気筒 749cc、最高出力は112馬力 15,500rpm、最大トルクは 8.2kgm9000rpm。シート高は 820mm、車両サイズは 2125×785.55、重量は 212kg、燃費は 20.1kWMTC、ガソリン容量は16リットルで航続距離は 321.6km、ガソリン仕様はハイオクガソリンだ。新車価格は 98.78 万円な。グバイクの中古車価格帯は、669,900円、100万円で41台だな。さて、大型モデル編はこれで終了だ。お次はあの中型モデルを紹介するぜ。中型モデル、生産終了編。ホンダ CB400 スーパーフォア、スーパーボルドール。最近噂の4気筒 400cc モデルだぜ。でもこちらは2022年4月28日に生産終了が正式発表されたモデルですけどね。1992年に CB400 スーパーフォアが登場してから約30年後、2022年にその幕を閉じたモデルだ。 CB1300 は30周年記念モデルがあったのに、 CB400 はお祝いなしですか。2012年に誕生20周年記念車が期間限定で発売されてるぜ。変更点は、記念カラーリングとステッカーだな。そういえば、CB1300 も生産終了なのに紹介してませんね。一応ホンダの CB1300 紹介ページには、生産終了の文字がなかったんで、今回は除外で。このホンダ好きね。バイクはホンダしか買ってませんから。CB400SB は、ハーフカウルのデザインに一目惚れして購入したんですよね。うん。それに4気筒ハイパー VTEC サウンドも最高に気持ちよかった。デザイン、スピード、サウンド、3拍子揃ったいいバイクだぜ。そんな CB400 が生産終了なんて、残念ですね。でも、新車で買えない CB400 だが、実は後継モデルが開発されているらしい。って噂があるぜ。緑色で4気筒エンジンの対抗馬？だといいな。どうやら、中国市場向けに 500cc4 気筒エンジンをホンダが開発しているらしく、そのダウンサイズ版として、CB400 に生まれ変わるとか。それ、CBR600RR の復活と同じ匂いが。気なくさくて上等。ホンダがミドル4気筒を復活させてくれるなら、俺は全力で受け止める。でもその前に、中古価格をチェックしてください。はい。では、走行距離1000キロ未満のほぼ新車の価格は、なんと160万円台。そして車種平均価格も、130万円。定価超え上等ですね。今回紹介した中で、一番の高値じゃないですか。これは、シンガポール仕様の CB400 を逆輸入した方がリーズナブルに買えるかもな。で、逆輸入しても、結局規制で乗れないってオチですね。
では、CB400 スーパーフォアハイバー VTEC レボ2020のスペックはこちら。エンジンは並列直列4気筒 399cc、最高出力は56馬力11000rpm、最大トルクは 4kgm9500rpm、シート高は 755mm、車両サイズは 2087×45080、重量は 201kg、燃費は 21.2kWmTC、ガソリン容量は18リットルで航続距離は 381.6km、ガソリン仕様はレギュラーガソリンだ。新車価格は 88.44 万円な。グバイクの中古車価格帯は40万円441万8000円で119台だな。川崎ベルシス X250 ツアラー。お次は2022年10月発売の国内向けで最終モデルとなったベルシス X250 ツアラーだぜ。セニア650とは違った雰囲気でマットなグレーがオフロード感を持ってくれてます。このバイク、日本では珍しいサイドケース標準装備のモデルだ。すでにメーカー出荷が完了していて、メーカー在庫限りとなってるぜ。去年の国内導入を延期したベルシス650派続報なしですし、ベルシス1000は機能満載だけど高すぎるし、川崎のラインナップからお手頃な250アドベンチャーを消してしまうとは何事だ。ま、もともと川崎のアドベンチャーモデルは Z や忍者に比べてアピールが少し弱い気がするしな。じゃ、ベルシス250の中古車市場はどんな雰囲気なんですか？検索した結果、1台だけ定価を上回る価格設定のモデルがいるぜ。まさか、ベルシスまでも？初代モデルの2017年式、走行距離は2万キロモデルで50万円台だ。全然安いじゃないですか。安く感じるけど、新車価格 72.6 万円に対しての価格だ。この走行距離で、残存価値が約 71% はすごいな。気になる方はぜひ。では、ベルシス X250 ツアラー2022のスペックはこちら。エンジンは並列2気筒 248cc、最高出力は33馬力 11500rpm、最大トルクは 2.1kgm11000rpm、シート高は 815mm、車両サイズは 2170×140×1390、重量は 183kg、燃費は 24.8kWmTC、ガソリン容量は17リットルで航続距離は 421.6km、ガソリン仕様はレギュラーガソリンだ。新車価格は 72.6 万円な。グバイクの中古車価格帯は429,900円、76万円で43台だな。川崎 Z125 プロ。最後はおなじみダブル Z テールにマキタブルーでおなじみの Z125 だぜ。マキタブルーじゃないですよ、パールナイトシェードテールですよ。どんなカラーなのか全くイメージができないネーミングセンスだ。 Z シリーズの末っ子ということで、排気量の割には装備も豪華なんですよね。 ABS にゴールドの倒立フォーク、前後ディスクブレーキに 7.4 リットルの大容量タンクだ。持っている人はそのまま乗り続けてくださいね。2020年式モデル以降での国内導入予定はありませんから。でも海外では毎年ニューカラーが登場してるし、販売終了のアナウンスも見かけないですけどね。じゃ、海外旅行のお土産は Z125 でお願いします。海外に行く予定はないので、グーバイクで中古を探してみたところ、2021年式で30万円台、初代の2017年式でも20万円台でした。お、KRT カラーモデルも20万円台でありますね。見つけた時が買い時ですよ。では、Z25 プロ2020のスペックはこちら。エンジンは単気筒 124cc、最高出力は 9.7 馬力 8000rpm、最大トルクは 0.98kgm6000rpm、シート高は 780mm、車両サイズは 1700×750×5、重量は 102kg、燃費は 54.2kWmTC、ガソリン容量は 7.4 リットルで航続距離は 401.08kg、ガソリン仕様はレギュラーだ。新車価格は 35.2 万円な。グバイクの中古車価格帯は19万8000円、49万9000円で179台だな。さ、これで今回紹介するバイクは以上だぜ。お次は終わりの一言です。終わりの一言。先日、イベントの帰りに某バイク用品店に寄ったんですよ。ほうほう。中古バイク販売もある店舗なんで、掘り出し物はないかと物色していたら、なんと生産終了したヤマハ SR400 が、しかもファイナルエディションの極上モデルがいたんですよ。なんと。ちょうど老夫婦が SR の価格を店員に聞いていたんですけど、いくらでした？120万円ですって。それはいくらなんでも高すぎるな。でも今回の動画では、生産終了すると高騰することがお約束になりつつありますし、主が狙っている CB1000R も販売終了したらプレミア化しちゃいますよ。それは困る。皆さん、憧れの欲しいバイクは我慢せずに買いましょう。それができたらどんなに嬉しいことか。それでは次回の動画まで。1、2、3、バッバハイ。